乾ゆきです。今回も乾ゆきの動画を見てくださってありがとうございます。ちょっと今回日本撮りなので、はい、ちょっとさっきのメイク動画の名残でちょっと前髪がこんな感じなんですけども、はい、お気になさらず、はい、楽しくご視聴ください。はい、では今日やってもらう企画を発表しますね、うんうん、はい、どうぞ。はい、斉藤さん企画。うおー、斉藤さん、ゆきちゃん知ってます？斉藤さんっていう名前は知ってる。あの斉藤さんには出会ったことある。斉藤さんいっぱいいるよね、うん、うん、ちょっと説明すると、うん、斉藤さんってアプリなんですよ。はあはあ、で、はあはあ、斉藤さんは電話とか中継、うんうんうん、カラオケとかも楽しめる、うん、あのトークアプリなんですよ。知らない人と、うん、あの電話したりとか、うん、トークしたりとかできるんですよ。でそれをちょっと今回ゆきちゃんにやってもらおうかなと思って。緊張する。そういうのって今まで一回もやったことがなくて、うんうんうん、しかもこれって、うんうん、私あの高校生とか大学生の時とかにやってたんですけど、うん、一人でやるってよりかは、うん、あの大勢で集まった時とか、はい、あ、そうなんだ。そう、合宿の夜、うん、夜な夜なみんなでやったりとか、うんうん、なるほど、してました。ちょっとゆきちゃん一人でやってもらうんで、どういう感じになるかちょっと楽しみだなと思ってやってもらいたいと思います。そうなんだ。そういう使い方、私何話せばいいのかわからないで、ね、でももうとりあえずやってみた方がいいんじゃない？そうだね、うん、ちょっとダウンロードしています。はい、0+0はアンチョラピー。では一応ダウンロードしてみました。斉藤さん、はい、どこ押せばいいのかわかんないけど、うん、斉藤さんと話すを押してみます。はい、こっち相手からコールができ来てるよ。この人とつながったよ。斉藤さん歴1226日。クロートじゃん。すごい。話してみて。今ね、電話準備中です。あ、そんなのあるの。あ、そうそう。あ、もしもし。切られた。なになになに、もしもしって言った瞬間切られたの。なんで、何がダメだったの。もう一回もう一回電話する。オッケー、オッケー、オッケー。でもう一回、あ、40日レンさん、どう？あ、レンさんこんにちは。何歳ですか？あ、21歳です。え、何カップ？私なんで今かなんかにいいとこなったでしょ。なんでしかもさ、カップ数聞いといてさ、聞かずに切る。聞かずに切るってどういうこと。絶対聞いといた方が良かったよね、今のね。だって L カップだもん。L カップだもん。もったいないことしたな、今のレンさん。じゃあもう一回いきます。はい、お願いします。ダメだ、面白いわ。もう一回いきます。始まりました。アダルト、え、タグがアダルトって書いてある。もしもし。何してんの。なんか今ぼーっとしてる。カメラできる。カメラ恥ずかしいな。あ、なんで。なんでなんでなんで。なんか昔斉藤さんで、うん、急にカメラから男性のね、うん、大事なものを写すみたいなのもあったのよ。怖い。嫌じゃない、マジで。でも多分今はさすがにそれはないとは思うんだけど。超アダルトだね。いや、怖い怖い、アダルトだよ。もしもし。あ、もしもし。こんにちは。なんでなんで、え、なに私、え、斉藤さんってそんなもんなの。あのさ、うん、最初の挨拶とさ、カップ数何しかさ、うん、進んでないよね。そう、え、どうして。バレエ男子。ずっとつながんないよ、あーさん。ずっとつながんない。やっぱカメラが大好きなのかな、みんな。かもしれない。あ、コール来てるよ。来た。
ます。あ、もしもし、Lカップの犬井ゆきです。誰ですか？あ、カップ数が Lカップの巨乳犬井ゆきです。ちなみに、はい、熊本で。はい、熊本。さっきなんておっしゃいましたか？ちょっと聞こえなかったです。あ、本当なのか？あ、本当です。そうです。あの、調べてみてください。ぜひ犬井ゆきで。ちなみに今いくつ？21歳です。今日お休み？今日お休みです。なんで？あ、なんで？でもね、一番続いたよ。一番続いたね。一番続いた。一番続いた、一番続いた。でもね、カット数言った方が続くのかな。そうかもしれない。あ、ピアノ一曲どうですか？あ、めっちゃいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。やばい。あ、こんにちは、もしもし。あ、こんにちは。こんにちは。え、ピアノ弾けるんですか？はい、ちょっと今弾いてるんです。え、かっこいい。ちょっとそれ聞かせていただいてもいいでしょうか？ぜひ。え、お願いします。え、なんかじゃあ一番得意な曲、一曲お願いします。まあ、得意な曲で、はい、そうですね。あ、でも戦場のメリークリスマス。戦場のメリークリスマス、名曲ですね。あ、本当ですか？はい。え、お願いします。え、すごい、え、すごい。ガチや、ガチや、ガチ。え、上手。え、これあれですか？あの、音源流してるとかじゃなくて？え、自己指針で弾かれてるんですか？え、すごーい。え、ちょっ、え、天才。私、あの、53なんですけど、大丈夫ですか？あー、切られたなんで53歳って切られちゃった。うん、チップもらいたいな。チップもらえるように頑張りたいですね。はい、あ、すごい、3180日されてる伊藤さん、大御所ですね。斉藤さんの大御所。あ、こんにちは。あ、どうも伊藤さん、はじめまして。え、すごい、ずっと斉藤さん続けてらっしゃるんですか？いや、別にアカウントも停止してたので。あー、どういう話されてるんですか、いつも？別に普通に話してたりとか。でもなんかすごい話
話しやすい人ですね。うん、ありがとうございます。なんかチップとかいろいろあるんですね。なんか初めて今日斉藤さん初めてどんな感じなのかなと思って斉藤さんやってます。今何歳？あ、私21です。うん、今日はそうです、お休みなのでちょっとお家でぼーっとしてました。なんか初めての斉藤さんだし、なんかチップとかってどうやったらもらえるか知ってます？知らないよ。じゃあ初チップは糸さんがいいな。切られた。チップになったら切られた。やっぱ切るんだ。でもねちょっと続いてますね。ね、続いたよね。あ、もうラスト一人にしてみようと思います。ケンシさん、あ、兵庫県、私も兵庫県出身なんでちょっと会話が弾むかもしれない。あ、こんにちは。あ、私も兵庫県出身なんですよ。一緒です。一緒ですよね。すごい、めっちゃ親近感湧きますね。何で斉藤さん始められて、どういう理由でされてるんですか？暇やから。暇やから。わかる。でも私も話し合えてすごい欲しかった。今何してるんですか？ゴルゴルしてます。あ、ゴルフ？ゴロゴロしてるんですね。なんかあの初めての斉藤さんでなんかチップ集めしてて、なんかチップとかってもらえたりしますか？いいですよ。いや切られたんやけど。いいですよちゃうやろ。もしかしたら私すごいポジティブだから、うんうん、と思ったのは、大事よ。チップの課金をするために一回切ったみたいな。だからそうかもね。そう、いいですよって言って切ったってことは、うんうんうん、多分課金のために一回コンビニに走りに行ったか、クレジットカードの登録をしに一回切ったと思ってるんですよね。だからちょっと待ってみようかなと思うので、うん、また数日後、うん、メッセージでチップが来てないか報告します。お願いします。楽しみ、はい、ね、楽しみ、うん。ゼロ足すゼロはアンチョラピー。今回のゆきちゃん、うん、斉藤さん企画なんですけど、うんうんうん、どうでした？なんかあの意外とすごいこう卑猥で、うん、アダルトな感じ、うんうんうん、ですごい嫌な思いするのかなと思ったら、うん、結構普通の人が多いなっていう印象でちょっと安心しました。ね、なんか昔とちょっと変わってるかも。あ、本当になんか暇ですみたいな、うん、暇でみたいなのが多かったかもしれない、うん、ねえ、うん、なんか今は何のために斉藤さんするのか、うん、ちょっと私の中でもまだちょっと価値が見出せないんですけど楽しかったです。でも最初の一言目で切られるっていうのは喋り方だったのかな。何が範囲だと思う？どうなんだろうね。ちょっとそれ視聴者さんからちょっとコメントでその見解をいただいてもいいですか？うんうん、特になんか男性の意見聞きたいよね。聞きたい聞きたい。声ですぐ切っちゃう男性心理。そう、声質が嫌だったのか喋り方が嫌だったのかしかないよね。でもね、うんうん、なんでそんなすぐ切っちゃうんだろうね。ね、ゼロ足すゼロはアンチョラピー。ということで今回は斉藤さん企画でした。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか？今回もご視聴ありがとうございます。できれば高評価のグッド、フォロー、そして、コメントなどどしどしお待ちしております。それではまた次回、ありがとうチャロー。